とワンピース風に着るコーディネート紹介します。皆さんこんにちは、お着物大好きチャンキーです。今日はいつも通りのありきたりな浴衣の着方にちょっと飽きてしまったので、ワンピース風に着こなしてみたいなと思います。このチャンネルでは浴衣やお着物を始めたい方、初心者さんに向けて分かりやすくて簡単な着付けの方法や素敵なお着物のコーディネートの仕方や楽しみ方など配信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、では早速始めたいと思います。今日はワンピース風に着こなそうっていうコーディネートのテーマを決めたので、ヒールのあるサンダルを合わせてみたいなと思っています。こちらです。この茶色の7センチヒールのサンダルを合わせようと思っています。あとはこれです。ワンピース風に着るならやっぱり帯結ばない帯結びでカジュアルに仕上げたいなと思うので、この紫の半幅帯に蝶々のベルトのゴムでコーディネートしたいなと思います。サンダルが茶色だし、浴衣にこうちょっとパープル系の浴衣なので、そんなに色はガチャガチャ入れないで割とシンプルめにまとめて、すっきり大人風に見えるコーディネートに仕上げたいなと思っています。すでに浴衣の方はもう着付けてあるところなんですけども、浴衣をワンピース風に着るためにいつもとはちょっと変えた着付けポイントを説明したいなと思います。まず1つ目、いつもより多めに衣紋を抜いたことです。こんな風にちょっといつもよりは大きく背中を開けてみました。で2つ目、襟の形をいつもより広げて着てみました。いつもだったらもうちょっとこの喉のくぼみのところに合わせてもっと襟を詰めて着るんですけども、今日はちょっとデコルテが見えるぐらい広めに開けて着てみました。で3つ目、いつもより丈を短めに着付けてみました。いつも草履の時はくるぶしの丈で着付けるんですけど、ヒールのブーツとかサンダル履く時はそれだとちょっと長すぎてバランスが悪くなっちゃうなって思うので、だいたいくるぶしより10センチとか15センチくらい上、丈を短めにしてちょっとこう見た目タイトスカートみたいに見えるような感じの丈に仕上げています。その方がなんかこうバランスも良くてスタイルも良く見えるんじゃないかなっていう気がするので、はい、こんな感じで今日は着付けてあります。で丈を短くした分おはしょりがすごい長く余ってるので、今日はちょっと持ち上げてあります。それでは帯結ばない帯結びで今日のコーディネートを完成させたいと思います。はい、帯結ばない帯結び完成しました。いかがでしょうか。前は適当にこんな風に折りたたんでみました。後ろはコルセット巻きです。ではサンダルを合わせてみようと。浴衣のワンピースコーディネート出来上がりました。
今日やった帯結ばない帯結びの巻き方は別動画の方で詳しく解説していますので、もし興味のある方はそちらを見て練習してみてください。今回の動画が参考になったよという方はチャンネル登録やいいねボタン押してもらえるととっても嬉しいです。チャンキーロマンチカのインスタグラムの方でも私の日々の浴衣や着物のコーディネート写真などをアップしていますので、もしよかったらフォローしてみてください。今回も最後までご視聴くださりどうもありがとうございました。リクエストやコメントなど気軽に書いていただけたらとっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。